えーと、早速ですが、えー、と、改めまして、えー、2021年3月期、えー、23期になりますの、本決算になりますのご案内、えー、ご説明をさせていただきます。えー、と、ちょっと冒頭にあたりまして、えー、と、今日説明の中で、えー、と、少しだけややこしい部分があるので、そこのご説明しますと、えば、ー、と、た進行している期は、トップラインが、えー、と、前の期に比べまして、えー、と、半減しますけど、これ会計基準変更のためでございます。<laughs> え、利益基準何一つ変わりませんので、中身は同じことを申し上げているというふうに理解いただければと思います。えー、っと、詳細説明に先立ちまして、私の方から、え、外教をサマライズさせていただきたいと思います。えー、っと、 ま、一言で言いますと、今回決算の数字見ていただいて、中身これから詳しくお話しさせていただきますが、コマース21と Web クルーエージェンシー、この2社の MA、たまたま同じ年度に実行してますが、これに伴いまして、まずは売上高が、売上高利益ともにですね、倍増してるという結論でございます。 でただ、ここまでは足し算でしかないので、えっ、ー、と、それほど面白みもなければ、ああ、そうですか、ぐらいだと思います。で、えっ、ー、と、大切なの中身の利益の方ですけど、えっ、ー、と、ここはちょっと異なります。えー、機種の計画、えー、非常に小さな数字出してましたけど、えー、これに対して大幅に大きくなってます。えっ、ー、と、これは、あの、全然足し算でなくて、えっ、ー、と、これには、えっ、ー、と、主に3つの、えー、原因というか要因がございます。 えとご察しの通り、1つは、えー、とコロナによります、えー、巣ごもり需要、これが正直、えー、利益を押し上げた要因についての半分強を占めております、で残りの半分弱が何かっていうと、えー、とこれは、まあえー、と企業努力によるものとはっきり申し上げても間違いないと思いますが、えー、とそれ、さらに2つに分かれます。 一つはコマース21、M&A した会社ですけど、えー、とこれ徹底的にこの1年間、えー、事業構造のリストラクチャリングを行ってきてます。えー、もう一つが eStore、えー、の、えー、こちらは営業構造のリストラクチャリング。で、まあ、この成果が数字になって現れたというのが20 2021年3月期の利益の えー、計画に対しての差分の半分弱を占めているという感じです。で、残念ながら、ウェブクルエージェンシーの方は、えっと、こちらはまあ割と大口のリアルの、えっと、クライアントが多いので、こちらは逆にコロナで苦しんだという結論になっております。えー、<coughs> まあこの事業構造のリストラクチャリングと営業構造のリス,リストラクチャリングというのは、ま、共にあの同じグループとして、えっと、一つの明確な目標と目的ですね、持ってやってますけど、ま、とてもシンプルで、えっと、いずれも顧客数をただ伸ばしていくだけだと、費用も人件費も固定化して、ま、後々大変だよねということで、選択と集中をしていこうというのが、それぞれ事業構造の えー、改改革革と営業構造の改革になっております、えっと、今後ですけど、えー、今後についてちょっと触れた後、えっと、中身の詳細の説明をさせていただこうと思います。今後ですけど、巣ごもり消費があったので2021年度すごい良かったよねと日経新聞さんなんかにもすごくよく書いていただいてますけど、 まあちょっと,、えー、と激しく、えー、引っ張っちゃってもらったかなと思って、えー、ビビってはいりますけど巣、えーまあ、ごもりなくなっちゃったら、えー、と業績落ちるよねみたいな懸念が投資家の皆様にあると思うんですけど、えー、と少し我々が感じているところは異なりますでそれ何かというと,、えーとまあ、確かに昨年の4月5月6月ぐらいは、えーと前,まあ、前年比というか、まあ、過去平均というか、まあ、200%超えるような えところ、平均でですね出てましたけど、まあ、そこからもちろん落ちてますが、えー、と結構下げ,下,げ止、ま、下げ止まったところが実はえーと100%を超えてまして、えー、とこれがえ割と定着していくんじゃないかなというふうに考えております。えー、とまあ理由は、ですね今まで参戦してなかった e コマースのえー消費者側ですけど、まあ、こちらが覚えちゃったっていうこと。 あと、まあ、我々のお客様もそうですけど、事業者側がまあよりいっ、えー、進んでいく、えー、まあコロナに限らず、よく DX って言われてますけど、えー、とこちら、共に合わせて、まあ、国としても人口減っていく中で、えー、IT 化は進めなきゃいけないので、まあ、そんなことを考えると、うんと、元通りまでへっこむことはないなというふうに考えております。まあ、そんなな中で長くなりましたけど えーまあ、この事業構造の改革、営業構造の改革、で合わせて、えー、この3社のシナジー、中継の、えー、ど真ん中になってますけど、これを進めてい、えー、くことで、えー、計画、中継計画どおりの達成をしていこうということで、で目標に対して、えー、非常に前倒しで順調に進んでいるので、えーまあ、いい意味で調子に乗って、えー、この前倒し傾向で、えー クロージングしししていいこううと思まます、えー、そうしましたら最後に、えっと、ちょうど先週なんですけど、えっとまあ、こんな体制の中で、えっと、やはりスピードを求められる時代なので、えっと、私代表権持ってやってきましたけど、えっと、常務の柳田と、えっと、共に代表権持って、えーまあ、大まかな言い方すると経営柳田事業石村みたいな感じで。 えー、ジャッジの速度を早めてい、えー、こうという発表をしております、えーまあ、それに伴いまして、えー、6月以降、えーと、総会決議されますと、体制変更になりますが、えー、と今日も詳しい数字のところは、もうすでに柳田の方で、えー、ここ2年ぐらい一緒に走ってきているので、えー、柳田の方から説明させていただきままますすす、えー、それではあの詳細についいてご説明申申しししし上げます柳田と申しますよろしくお願いします。 21年3月決算会議、まずあのハイライトでございます、この表に書いてあります数字をちょっとご説明いたします。えっと、売上高48億が105、左側が2019年3月期、右側が、えー、違う2020年3月期、右側が2021年3月期の数字でございます。売上高は48億が105億、営業利益が4.8億が9.0億、えー。まあ ほぼ倍ぐらいになっているということですね。先ほどのご説明あります。それから ROE23% が24%に、これは微増にとどまりました。それからお客様の業績に非常に私どもの収益連動しているというところで、お客様の GMV の中で、特にグループ企業の中で eStore のサービスを提供しているお客様についての数字をここに掲げさせていただいておりますが、 えーまあ1000億と126%の伸びを示しているというのが、えー、と結果でございます。で、えー、と売上上あと利益について、あのー、一番上にグループ会社っていうのが e ースト r が e ースト r プラス、コマース2 1プラス、ウェブクルエージェンシーという3社になって、これが倍増要因という説明、あの石村からございましたけれども、売上についてはこの理解で、えー、と結構だと思いますが、あの利益についてはどちらかというと、あの先ほどありましたように、 えっと、事業の成長による企業が、えー、ほぼ9割ぐらい、えー、示しておりまして、えっ、ー、と、この利益の倍増を達成しているという状況でございます。それから ROE、あの、営業利益のところまでに2倍なのにな,なんでちょっとしか増えないんだっていう話ございますけれども、あの、少し、えっ、ー、と、資産の見直し等々もしておりまして、えー、その、えっ、ー、と、要因として、えっ、ー、と、ほぼ同じぐらいの、おえっ、ー、と、数字を、えっ、ー、と、達成しているというところでございます。 えー以上ですね、それからあの中身を少し説明していく前に、前にというか同時に、あのえっと、グループの概要を改めて、ちょっとこれあの、ご案内済みのところもあるかと思いますけれども、改めてちょっとご説明いたします。えっとえっと、上の方に3つあの、四角印がありますが、えっと、一番上の四角は、えっと、私どものグループの企業の事業ドメインでございます。えっと、お客さんのの企業の自社本店 EC 事業って書いてありますけれども、自社本店 EC 支援事業をグループ3社で行っておりますというのが1つ目、から2つ目は、えっと、収益モデルとして3つありますと、ここではあの、えっと、下の方に絵が書いてありますけれども、システムとペイ、決済ですね、それから下の方に MRK というのはマーケティング支援、えっと、この3つの収益モデルを と同一の顧客基盤について、えー、と3つのサービスを提供することで収益としているというところでございます。それから3つ目、お客様の成長とグループの収益が連動しているというところに、あのー、特徴がございまして、お客様の障害繁盛すると、私どものグループの売上利益も向上するというような構造になってございます。でそれぞれシステムと,マーケ、えーと、ペイとマーケ、えー、と資格囲みで特徴を書いておりまして、 えー、105億、前期、あの決算期決算がしまった期の売上105億の打ち上げが書いてございます。ここでは39億、24億、42億、えー、というバランス、えー、でしまっております。えっと、真ん中にあのエコシステムって書いてますけれども、あのこれ、事業構造の特徴の一つで、えーっと、システムっていうのは、あとにも直さず、えっと 自社本店 EC 事業のためのシステムの構築、それから構築したシステムの提供、それからそれを運用してあげるという、こういったところで事業構成になっていますで。これがストック的に私どもの収益基盤となっておりまして、お客様の数が増えれば増えるほど、毎年毎年積み上がってくるという構造で、ストックという表現をしてございます。 でえっと、お客様の商売は、えー、取りも直さずお客様の小留額、GMV でございますので、えっと、これが伸びれば伸びるほど、あお客様喜ぶようになってございますが、私どもそこにあのペイ、えっと、決済のサービスを提供しておりまして、お客様の商売が繁盛すればするほど、私どものペイのところ、決済サービスのところが伸びるような構造になっておりますというところが連動しているというところでございます。それれからお客様の商売が伸びれば伸びびばるほど当然 継続利用がやめるってことはなくなってきますんで、こういったところでシステムのところのストックが安定的に伸びていくという構造になってございます。それから、マーケのところは、私どものノウハウをお客様企業に提供することで、お客様の商売をもっともっと高くしていこうというような、えー、っとテコになるところでございまして、これをかますことで、 このエコシステムというふうに真ん中呼んでますけれども、この3つの収益源をいい,い,い方向のスパイラルで上げていくというのがあの、えっと、事業の構造になってございます。それからちょっと補足なんですけれども、EC システムの,あの箱の中に、えー、っと、グラフが横軸、縦軸と丸が3つ書いてあるのがあります。えっと、昨年実施いたしまして MA の1つの と、効果なんですが、えー、自社本店 e コマース事業市場における、とポートフォリオの面積を取っていくっていうのが、えー、一つの MA の戦略としてございました。で、左下に書いてある SPS というのがもともと e ストアでやっていた事業。それから右上に書いております SSS、セルサイドソリューションと言いますけれども、これが、えー、コマース21が、えっ、ー、と、これまでやっていたあ事業。で、これであの、市場のポートフォリオっていうのは一旦完成しておるんですけども、 えっと、これは前期の話になって、今期以降になりますが、真ん中にエコツーというのがありまして、その真ん中のところを少し埋めるような形のものを、今期以降、提供していくような形になりますので、よりポートフォリオが充実してくると。まあ、口実しますけれども。から、特徴的なのは、これ左下の部分、少し空白がありまして、えっと、ここは実はあのポートフォリオの対象とは今してございません。どちらかというと、個人だったりとか、売上がが、あまり大きくならなかったりとか、いうようなところについて言うと、 今のところはそのターゲットとしておりませんで、どちらかというと、右ないしは上の大きなお客様の自社本店、e コーマース市場について、ポートフォリオをくまなく設定しているという状況が特徴的なところでございます。はい、それからあの、これも後からまた説明出てくるんですけど、えっと。 同一の顧客基盤の上に3つのサービスという話を先ほど申し上げました、えーとまあ、これどういう意味かというと、システムをご利用いただいている、システムを提供させていただいているお客様に対して、決済の事業ですとか、マーケティングの、えー、とサービスを提供していることになりますが、実はまだあの決済のサービスを提供しているお客さんというのは、お客様の小留学ベースで2割程度です。で残りり割ままだ白字だ白と思っておりましておし ここは一つ狙い目になってくるかなと、今後の。それからマーケティングについて言うと、これもお客様の、えー、GMV ベースですけれども、えー、と1割程度しか、えー、とまだ提供できておりませんで、えー、とこれも一つ白字というふうに思っているところでございます、これ補足でございました。それからあの、えーとまあ、どうなったらそれぞれの事業が伸びていくかというところが、この KPI というところでございますが、 えとまず右上のシステムのところで申し上げますと、えー、一つ目の資格ですね、成長ドライバーっていうところの資格が4つ書いてますけれども、その一番上、継続利用、これが最も大事だと思っております。えー、と誤解をせずに言うと、新規のお客さんをたくさん取ってきて増やすというよりも、これまでお付き合いのあるお客さんと、えー、長い年月お付き合いしていくというところが、えー、と肝だと思っておりますで。それに対して何が必要かとというと 機能の開発であったりとか安定稼働であったりとかお客様のニーズにおいてまた機能をアップするシステムを開発したりとかっていうところが重要になってくると思っていますそれから3つ目の四角に書いてありますけれども先ほど申し上げたポートフォリオの充実というのも同様に重要だと思っておりましてエコツーなんかが今期以降のエコとエコ2という新サービスなんかがこれに増当するところでございますそれから左に行きまして えと決済サービスの売り上げがどうなると上がっていくかというところのお話です、先ほどあのまだ白字がたくさんあるというお話がありまして、えー、と顧客数を増やすというところも当然そうなんですけれども、どちらかというと、あのえー、と一つ目の資格ですね、消費市場の e コマース化がまだまだ低い、ご案内のように日本でございまして、これがどん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 伸びていくというようなところが、えー、誰しもそ、えー、と推測しているところでございますけれども、この EC 化率が上がっていくと、 自然には、私どもの売上収益も増えていくという構造が1つ、それから当然、その決済システムですから、安定して稼働させないといけない、えー、とシステムがダウンなんかしてしまいますと、お客様の機会を損失することになりますので、これが安定稼働させることがお客様の収益、ないしは私どもの収益にも結びついてくるというところが2つ目、それから当然ながらセキュリティー。あとは バリエーションですね、あのペイペイですとか、最近、あの市場に、えっと、すごい流行ってますけれども、こういったものもあの、私どもの決済サービスに取り揃えておりまして、消費者が独自,自分の,その決済したいものを選べるというところが、えー、を広げていくというところが、この決済サービスの収益を、えー、っとプラスに持っていくという成長ドライバーだと思っております。それから3つ目のマーケティングサービスのところは、えー、っと、まあ、あの、 これもその自社本店 EC という言葉に集約されるんですけども、えー、もちろん新規の消費者、購入者のウェブサイトに持ってくる、連れてくるっていうのは大事なんですが、どちらかというとこれを長くあの引き続きリピートしてもらうっていうところが自社本店イ、e、ーコマース事業の本質だと思っておりまして、えー、これについてノウハウですとかを私のもので貯めて提供していくというところがお客様の売り上げアップにつながるというふうに思っております。ちょっと長くなりましたけども、で、結果的に えーとこれ、売上げですね、e コマースシステムについて言うと、前年比の2倍、決済サービスで言うと1.4倍、これマーケティングサービスで言うと、まあ、3.5倍になってございますけれども、あの売上げはほとんどあの先ほど申し上げたように、連結効果、あーまあ、連結効果で言ってしまえばあれなんですけれども、市場のポートフォリオを充実させたというところで、この短期間、1年において、えー、と売上げを拡大することができていますよというところでございます。 からえっとまあ特にあのなんと決済サービスについて言うと、少しその先,先ほども、市村が申し上げました4月、6月、いしは夏場ぐらいまでですかねかなりあの、えっと、急激に伸びた面がございまして、えっとまあ、業界では特需なんていうふうに呼んでるんですけれども、もう少し含まれている面は否めないところでございます。はい、それからあの営業利益についてでございます。 えと成長の主因は、真ん中に書いてございますように、事業の成長でございまして、グループ化による単純像というのは実はほとんどございません、左側のところですね。巣ごもりですとか、DX ですとか、あと先ほどありましたし、えーと、コマース21の構造改革うみたいなところがかなりプラスに効きまして、えー、ウェブクルーエージェンシーのところは少し逆風いたっていうのを。 十分に吸収して事業は成長することができたというのが、えー、とこの営業利益の構造でございます。で点線のところに一部特需ってありますけども、えー、数字書いてもございませんが、まあ、1億後半から2億ぐらいはあの、えーとえー、と昨年紙機がかなりマスクとかものすごい売れたんで、えー、いうところの特需だと思っておりまして、えー、とこ,これを今期を期待してはいけないかなとはあの思ってますけれどもベースとしての e コマースの定着というのは十分に図られているなというようなことを実感しております。はい、今申し上げたところのまとめでございます。えー、グループ経営をスタートさせたというところですね。これはポートフォリオを整備したというところでございます。それからシステム、マーケティング、決済システム、これ、好循環というのはエコシステムというふうに呼んでおりますが、これを加速させましたという、MA によって加速することができましたというところでございます。 だから2つ目、コロナ禍は医師事業環境には追い風になりました。一部で逆風もありましたが、十分休止できたというのが2つ目。だから3つ目、量から質というのは、あこれはあまり今まで説明してなかったですね。あの、えっと、良質顧客とより濃い関係を築くことで、高付加価値を提供って書いてございますけれども、あの えとグループ経営として C21 を MA したというのもえと量から質の一環でございまして GMV がより大きな企業と付き合うんだという戦略の中で C21 のおーセルサイトソリューションというサービスをえとグループの中に入れてポートフォリオを充実させたということもそうですけれどもえーと e s t o r の元からやっているえとショップサーブというサービスの中でも 内緒は C21 で昔からやっているセルサイドソリューションの中でも、より良質な企業と付き合う、数ではなくて、良質な企業と濃く付き合うというような事業の転換を図っておりまして、これが事業構造改革となって、収益の構造になっているというような言葉でございます。それから昨年は11月に中期経営計画を定公表したということと、株式の流動性、時価総額の増大について掲げておりますというところでございます。 はい、それから、えっと、これはまとめですね、えーっとまあ、メッセージとしてはこれまでと同じなので、えー、っと特にあのコメントはございませんが、あの一部、あの冒頭、市村からありました新収益基準というのが、今の進行期ですね、22年3月期からなっていまして、どれくらい、これ、の一言で言うとです、ね、で建て替え仕入れみたいな、なんていうんですかね、 あのものは売上に計上し,しないよっていう会計基準に、えーと、この新興期からなるっていうところがポイントでございまして、えー、例えば前期この105億という売上はは、えー、54億という見え方になりますがあの、利益については全く当然変わってございませんで、えー、いうところでございます。でまあ、ちょっと細かいですけどもあの、影響を及ぼすところで言うと、マーケティングサービスのところは、えー、実態としては、 グーグルさんとかヤフーさんですとかから媒体を仕入れているという構造がございます、でこれがあの売上計上を進行期からしなくなるという要因と、あと決済サービスについても、一部カード会社さんなんかからあの仕入れをしてございますんで、えー、とこれも計上しなくなるよというところで、えー、とシステム、サービスについて言うと、影響なし、えー、と決済とマーケティングのところで少し影響出ているというのが合計するとこんな形になっているという、まあ、ちょっとこれ、ややこしいですけどそういうちょっと補足だけしておきます。 はい、それから当期純利益のところ、ですね上から4行目、下から2行目のところ、えっと、伸びが131%で、えー、少し、あのー、他の伸び率に比べると弱めで、まあ、それでも十分成長はさせておりますけれども、えー、なっておりますが、えっと、米印の2つ目ですね、下の方にちょこちょこっと書いてございますけれども、オフィスの統合による減損損失と、のれんの減損損失を計上してますんで、えー、少しかがんだ形で着地しております。 それに伴って1株当たりのえっと利益も同じような伸びを示しているというところでございます。はい、それから、えー、バランスシートですね。えー、まあいろいろ書いてございますけれども、あの健全な財務体質を維持しておりますというところです。これちょっと右と左が見にくいんですけれども、左が、えー、2020年3月期で、右がえっ、ー、とこの前締めた期の数字で86億円というのがえっ、ー、と上段が資産でえっ、ー、と下段が 負債資産でございいまますすけどもぐらいの規模になっております、えっと、主な要因としては現金が増えたというところで、お客様の商売が繁盛すると、私どもの一時的な預かり金が増えるという構造と、当、え、期、ー、準利益を出しているというところが健全な財務体質を維持している要因でございます。それから、えっと、キャッシュフローですね、これも、まあ、あのメッセージは健全だというところでございまして、営業キャッシュフローを潤沢に増やしておるというところでございます。 それから、えっと、今の新後期の事業計画に移りますが、えー、っと、こんな数値です。えっと、ここからは先ほど申し上げた、あの、新会計基準で、えっと、大きく表記されていますあ。ちなみに、あの、旧会計基準だとこうなりますというのは小さく書いてますけれども、新会計基準の数字で申し上げますと、えー、54億7200万というのが去年の実績で、今期の計画は59億で、えー、108%。 それから営業利益でいうと9億が10億で113%の伸びでございます、ちょっとあの地味目に見えるんです、あの去年からの,の伸びに比べると地味目に見えるところは否めないんですけども、少しその、えーまあ、の E コマース市場成長しているというのは、あの当然それを織り込んだ数字にはなってございますが、あの去年の上期の少し特需みたいなところは、今期はえとコンサバに見ておりまして、まずそういったことはないだろうと。 あのベースとしての成長は見込んでおりますけれども、去年の神木のようなバブルな特需はないだろうというところで、えー、見かけは少し地味めな感じでございますけれども、えー、と実質としては150%ぐらいの、利益でいうと150%ぐらいの伸びな感じの中身の計画になってございます。はい。それからまあ冒頭ありましたけれども、この事業計画は昨年の秋に発表させていただきました 中期経営計画にの、えー、っとった形で推移しております、まあ、少し前倒しなところで、えー、と強めなあの計画に途中になってございますけれども、えー、と十分のっとった形になっておるというところと、おまあ、そうは言ってもその、えー、ようやくそのシナジーによる仕掛けみたいなところを、今期基盤を整備するところができ始めまして、でき始める予定で、これが収益として、インパクトとして持つのは、 主には来期以降という形になりますので、えーっと、この中期経営計画2年目になりますが、2年目であってもまだ基礎固め、えー、というふうな位置づけで、しっかりインフラを築いていこうというところに注力していこうと思っております。じゃあ、具体的にどういうことかをやるかというと、まあ、あの一番上の3つの資格は、中期経営計画で書いてあることの繰り返しになりますので、割愛いたしますけれども。 えー、この3つの収益源、エコシステムをどう回していくかというところの先ほどご説明し上げました、えー、成長ドライバーがこういうふうに定義しておりますのでこの成長ドライバーを高めていくような施策を、えー、っと具体的に行動していくというようなところが二三四五5つ書いてございます。1つは右上上ですね、EC、システムののポートフリーの強化これ先ほど申ししげましたが えっと今、2つの企業がグループになって、ほぼポートフォリオは組えとえと満たされておりますが、そこのさらに間を埋めるというところで、エコツーという新しいシステムをえと投入しようと。もうすでに営業始まっておりまして、非常に引き合いよく進んでおります。これが1つ目。そからえとその下のところ、リンハウスエンジニアの強化。これもあの成長ドライバーでありましたけれども、機能の開発ですとか、 安定っていうものがものすごくここに寄与すると、あの市場競争力を持つと思っております。で自社でエンジニアを抱えて、これを開発していくような、えー、と体制でやっておりますけれども、これをより強化していくというところで、えー、とエンジニアを強化するというところで、先0週ぐらいかな、あの1社、MA の発表させていただいておりますけれども、このっとエンジニアリング力の強化というのを目的で、えー、と人数を強化しております。 それから左に行きまして、決済サービスですね、を C21 のお客さんに提供する。先ほどまだあの白字が8割あるという言い方を差し上げましたけれども、今までは e, コえーと e ストアのお客さんにしか決済システムを、サービスを提供しておりませんでしたが、これを C21 のお客さんに提供し始める元年となるのが今期でございまして、収益へのインパクトはまだあの今期は薄いかもしれなくて、まだ基盤づくりのえと位置づけでございますけれども、 コストをかけて、こういったところをじっくりあの、しっかりと提供していくというところでございます。それから右側のところに戻りまして、顧客接点の強化ですね。あのえっと、データマーケティングに基づいた効率的な提案って書いてますけども、えっと、e コマース自社本店の,あの先ほど肝というお話ししリ,リピートみたいなところっていうのはあの、一度買いに来ていただいたお客さんをいかにもう一回買っていただくかっていうところでございますんで、 こういったデータをもとに顧客接点を強化しつつ、その下のところですね、マーケティングサービスについて、これを生かしていくというところのサービスを Web クリューエージェンシーの力と合同させて、集約させてやっていこうというのが、今期のテーマとなってございます。それから株主還元方針のところでございますが、 いろいろ書いてございますけれどもあの、バリエーションはまだまだ低いと思っておりますんで、えー、IR 活動も含めて、えーと、バリエーションを高めていくやり方っていうのをいろいろ検討しておりますというのがメッセージでございます。それから、まあ、参考資料として、先ほど、経営体制の話ありましたけれども、 えと代表の社長の石村と私と、あと田中、それから社外取締役で古川、それから監査等委員である取締役で3名、それぞれの専門分野からあのインターネットにたけている、ピアツーピアの e コマースにたけている、経営にたけている、コンサルティングにたけている、あと弁護士、会計士というバランスを取れた経営体制を。 を誇っておるというふうに思っておりますというところだけ一点補足させていただきます。えあと参考資料についてはあの後ほどあのお時間のあるときにでもえっとご覧いただければと思います。えちょうど三十分ぐらいですね以上で一旦あの説明を終わります。